いや、この辺りはもう赤くだいぶ綺麗に染まってきてる。金子貴俊が紅葉を求め栗駒山へ。アクティブだね。うわ、めっちゃいいコース。そして待っていたのは、おー、いや気持ちいいですね。そこに山があるから26日水曜夜10時30分。